はい、こんにちは。投資家で医学修士のタクです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日はね、駿河銀行の株が爆上げしたってことで、嬉しい知らせですね。動画を撮っていこうと思います。皆さん駿河銀行の株お持ちですかね？まあね、これね、賛否両論があって難しいんですよね。いや、まだ下がるよっていう人もいたら、もうこの辺でそこじゃないのかってね、こういう、2つに大体分かれると思うんですけど、僕はね、これをあえてね、買ってました。なんでね、買ってたかっていうとね、かなり安くなって、しかも僕も底打ちしてるんじゃないかなっていうふうに、見てました。で、銀行株、今ね、すっごい人気ないんですよ、本当に。これね、もう投資してる人だったらすごいわかると思うんですけど、すごい人気なくて、人気ないっていうのは、昔みたいにね、昔はね、銀行株すごいね、高くてね、すごい、イケイケムードのね、感じだったんです、だと思いますけど、僕若いんでね、昔とか、そんな、30年も前とか、もっと前知らないんですけど、チャート見てたりね、そういういろんな、あるじゃないですか。話の中から僕はそう思うんですけど、で逆に、僕らからしたらね、まだその昔のその内容まで知らないんですけど、今すっごい安いなと思って、でしかもこういうかぼちゃのなんとかね、っていう問題とかあったじゃないですか。かぼちゃのなんとかでね、不正とかがあって、大暴落したんじゃないですか。だからそういう意味ではもう本当にもう安くなって、もうね、バーゲンセールをずっとね、やってるような感じなんですよ。バーゲンセールをね、ずっとやって感じでだったんで、本当に安いなと思って、一回暴落して跳ね返ったぐらいの時にちょっとね、買ってみたんですよ。で、その後、もう一回下がったんで、そのあたりでね、買って、で、今回この530円、高？ストップ高でね、530円になったってことで、僕の含み損もプラスになってます。だいたい500円よりちょっと下のところ、レンジでもちろん買ってたんで、400何十円とかね。で、余裕でプラスになってますね。本当に安かったからね、これ以上みんな下がらないっていう期待感からかね、買われたんじゃないかなと思います。格付けがどっかの会社の格付けが上がったとかね、そういう話もあったようで、僕は詳しく知らないんですけど、僕はあんまり個別銘柄ってあんまり持ってないんですよね。持ってるんですけど、駿河とかも持ってるんですけど、そこまで個別銘柄で詳しくなくて、そこまでプロじゃないんですよ。僕よりね、全然僕の、にコメント書いてくれる人の方がね、全然詳しいと思うんで、そこはな、僕がだから言うことはないんですけど、お試しにちょっと買ってて、ちょっと爆上げしたんで、含み損がやっとプラテンしたかなっていう感じになってます。ここからね、もっと回復してね、上がってくれたら嬉しいんですけど、で今回赤字がすごかったから、配当がなかったのかな、僕、配当がなかった気がするな、駿河銀行あったのかな、配当なかった気がするな、よくわかんないですけど、これからね、ちょっとまた戻ってくるかなっていうことに期待して、持ち続けようかなと思います。もしくはね、半分だけ利確するかもしれないです。わかんないですけどね。ある程度まで上がったら、半分だけ利確して半分持っとこうかなっていう風、そういう作戦もありかなとは思うんですけど、それ人によって違うと思うんで、なんとも言えないですけど、一応プラスになって、ハッピーかなっていうことで、今日はね、ちょっと報告させてもらいました。運も実力のうちなんで、
まあ僕、本当に個別銘柄そこまで詳しくないんですけど、本当にまあ運も実力のうちってことで、これからも、YouTube チャンネルもよろしくお願いします。ありがとうございました。